GM チャンネルスタッフ全世界の皆様、私大山です。今回はですね、巨大画面でガチャを引こうっていうちょっとね、特殊な技術を使った映像を皆様にお届け。先生、先生見てください。どうしたんだい。我々のペロラのデザインが実装されました。そうだよ、去年の10月にニットワンピの鬼ペリシーっていうキャラを私がデザインしたら、なんと今回天身のペリシーっていう、私のデザインほぼ一緒なんじゃないですか。そうですね、ついに実装されたと。私のキャラやったー、ということで絶対にニットワンピの鬼ペリシー今日は引きたいと思います、はい、それではいきますよ。はい、さあこれですよ、この10連ガチャ引いてきますからね。いきますよ、いきます。はい、さあさあさあ、個性です、個性です。一つかい。さあさあ、私はね、やっぱり自分のデザインしたと言っても過言ではないペリシーを出したいですね。さあ行くよ。僕だって強くなれるんだ。ただ勝ち。金髪の悪魔が出たぞ。しかし大丈夫、まだ意志はある。どうしよう。もう一回いきますよ、もう一回。いきますよ。よし。一個。一つか。どこだ場所は。一番最後か。違う、途中だ。わざわざ来てやったのだ。頼む、今日のこの巨大画面ガチャだ、絶対にいい引きを出したい。さあ来るか。これも赤い髪の人が来ましたね。赤い髪の呪いが早速。しかし今日は、まあ、赤い系の髪の方と黒い系の髪の方ですね。僕だって強くなるんだ。基本色合い的に赤です。赤っぽいですね。この力だ。なんでまあ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 、ネルさんの赤髪が出るのは吉兆かな。徐々に呼び寄せてくるんでね。はい、いきますよ、3回目いきます。決定。いきます。すごい、今日は一個ですね。一個ばっかりじゃん。もう出しましょう。もう最後枠、最後枠ですよこれ。一番最後枠はピックアップ率が3倍でございますからね。これはちょっともうニットワンピの鬼ペリシー出るんじゃないですか。さあ今何人目か、もう全く我々わからない。もう分からない、もう出るんじゃないですかこれ。さあ来ますよ皆さん。さあ喜びろ。ニットワンピの鬼ペリシーが。さあ。さあこの次だ。この次だ。さあいいぞ。これもアペリシー。40連目いきます。スキップしますか。あと20連いきます。いきます。そろそろ虹をお願い。さあさあさあ、いきますよ。たゆた光。ちょっとおかしいですね。ナンセンス。いきます。私の愛するニットワンピの鬼ペリシー出します。おっ、来た。これ何個。3個ぐらい出ない。1個。いやでも可能性はある。もう私もう喉痛いから。あ、そうね。
これ最後ピックアップ枠ですよ。これ10連得点枠でございます。ぜひ皆さんにこの巨大画面で私のニットワンピの鬼ペルシーかカーリンを出すところをお見せしたい。それに意気込んで昨日私は眠りにつきました。本日金曜日、ネルさんってことはない、ネルさんってことはない、ネルさん赤い髪の人は出ない。もうさすがに。さあ皆さん出ますよ。まもなく、まもなくペリシーかカーリンが、うわー、2キャラしか出てない、2キャラしか出てない。本来は50連で終わり、ただ泣きのもう20連、さらにあと20連いこうと思います。あ、行く？行きます。絶対に私は出したい。しかし娘の養育費も置いときたい。うん、行きます。とりあえず 2時から始まる、せーの、ほい、よし、じゃあもう来る、もう来る、これ2個ぐらい来てほしい。来た来た。あれ、私も体感した、2個来たら来るかい、来る説。お、しかも最後も来ますよ、最後も。さあこの次、まず1人目いきますよ、お願いします。信じることで全てが始まります。元カノが元カノが元カノがチョコ渡しに来た。クリムゾンブレイドがチョコ渡しに。おかしいですね。だから最後はある、そう、最後10連得点枠ですから、このゲーム、はい、最後はピックアップがなんと来やすい。赤い呪いが俺に来たせいで、あなた金髪も来た、金髪が来てるね。非常によろしくない。金髪というのはグレーですか。ブリーチの呪いですよ。まあ、まあ、元カノ。昔チョコも持ってきてましたからね。さあ皆さん、まあ、ぼちぼち、このゲームさ、うわー、じゃあ、あ、まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。しかし私がデザインしたニットワンピの鬼ペリシーはどこ行った。もう一回やります、もう一回やったら、もう一回やりますか、もう一回やったら出る、はい、だって代わりに出る。コンプしましょう、コンプ、コンプしましょう。さすがにもう一回出たら結構回して、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。私のだって子供みたいなもんですよね、はい、おい、ラストね、もう本当にラスト、うん、これラストいきますよ、うん。いきますよ、ぼっち。でもさ、ほら、2個説は、そうなんです、強いね、これも2個出るでしょ、2個出るの、しかもこれ最後でしょ、最後最後最後、最後あるでしょ、最初と最後、最初と最後、頑張ろう。まあまあいいでしょう。さあ皆さん、最後に期待してください。さあ、これでコンプになるといいですね。さあ皆さん、もうリピート、ニットワンピの鬼ペリシー、ニットワンピの鬼ペリシー、キャラクターボイス田村ゆかりさん、イラスト大山。本当にね、名前を連ねると本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。申し訳ございません。私が皆さんの力になるんだ。まあまあいいんじゃないか。エース確定、10連チケットやりますか。いいですか、はい、これで、これ本当に1回だけですよ、お願いします。これはあのエースっていう最強のキャラしか出ないやつなんで、さあ、さあ、さすがに出るでしょ、さすがに出るんじゃないですか。わあ、夢のような、もうわかんないですよ。おーおーおー、まあ、珍しい、今ちょっとびっくりしましたね、赤いから、あんまり見ないから。あ、は、初、初か、今回は俺の番だ、俺はやろうばかりですね。これも初、初ですか。俺の前に立ちつかないやつ、どうした、男しか出ねえか。おお、違うんだ、ニットワンピの鬼ペリシー。私は個人的に欲しいですね。初です、初ばっかり、足でもといよ、男率は今の男性率高いですか。おかしいですよ、に、一緒に、あぁ、クソガキね、娘ね。さあ、に、少しは、ニットワンピの鬼ペリシー出ないか。もう、あー、俺が欲しいセリングさん、あぁ、もうそろそろ、あぁ、クソガキ、娘ね。私の娘ね。あー、終わった。残念、
デザイナーの元には来なかったですが、うん、皆様も、まあ、ニットワンピの鬼ペリシー、うん、ただいまガチャピックアップ中でございますので、はい、ぜひ引いて楽しんでいただければ幸いでございます、はい、この後にですね、まあ、この動画が、まあ、どうやって作ってたのかっていうちょっとあの種明かしみたいなのをちょっとやろうと思っておりますので、うん、そちらも楽しみにしていただければ幸いでございます。今回のこの巨大画面でガチャを引こうっていう動画の仕組みなんですけども、現場はこうなっています。完全にグリーンバック状態でございまして、これはまあ動画制作のまあ概念の話になっちゃうんでちょっとややこしいかもしれないですけど、レイヤーといってまあ階層をいくつも組み合わせることでどんどんまあ地層のようですね、下からどんどんとレイヤーを重ねていくことで最終的に先ほどのような映像になるんですけども、一番下のレイヤーにはこのグリーンバックを貼っていない状態のものを写真で用意して下に貼り付けております。その一つ上のレイヤーにはゲーム画面だけを置いています。でそのさらに一つ上、まあ、一番上の部分にこのグリーン、これここの部分だけです。この部分だけを一番上のレイヤーに重ねています。このグリーンバックは何のためにあるかというと、もう本当にこの指差し棒を合成のために抜いているだけです。なので実際はここをピッとタッチしたからといって反応してるわけではないんですね。自分たちで仮想のスクリーンを作ってしまおうと思って。なんで私がこうピッと押した動作をした瞬間に、隣にいてるケンタロウが私の動きに合わせて実際の携帯画面レックしてるものをピッて押してる。それで本当に実際こうやって押してるかのように、まあある程度錯覚をさせられるっていう作りだったんですね。あと一つだけ今回のこの動画制作において欠かせないものがですね、こちらプロジェクターです。このプロジェクターを何に使ってたかと言いますと、これちょっとプロジェクターにこの携帯を接続してみましょう。するとこの画面に、ういこうですね、こんな感じでほぼほぼゲーム画面と同じ場所に来るように、これはプロジェクターの位置を設定してたんですけども、まあ、これは電気を消すとどこにどのアイコンがあるかっていうのを合わせるためだけに設定しているものです。ただこれがないと、私もどこをタッチしていいかわからないので、これは本当に大事ですね。ちなみにこれを実はカメラの位置からこう見ると地味に、ちょっとこっからじゃ難しいですね。ケンタロウの髪型が完成するっていう。もともとね、エアマイクより上がなかったんで、後ろ書き足しちゃいました。そんだけです。まあちょっとしたアイデアで、まあ、こういうちょっと見た目的にね、面白い動画が撮れるなっていうことが今回分かったので、すごい良かったかなと思っております。面白かったなと思っていただきましたら、ぜひ、グッドボタン、あとですね、本当にありがたいことに、ただいま日本で一番、世界で一番かな、このゲームに関して動画一番視聴していただいているチャンネルでございますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。普段はいつも木曜日スターオーシャンのメンテ後に動画を出しておりますので、皆様またマルチプレイヤーと一緒にして遊びましょう。今回のねような動画もまた機会があればぜひ出したいなと思っておりますので、ぜひぜひ次も楽しみにしていただければ幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。味わおう、すべての床を。視聴者だけが生き残る配信者の恥、床ベロ戦団娘リリア370年爆死はもはや伝説。コスプレ撮影会ではキモすぎると女子はドン引き。スターオーシャンアラムネシス GM チャンネルにて実況動画配信中。